エルンスト・ギュンターン・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタインは、ドイツ・デンマーク系の、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク、公爵家の課長で、名目上のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン公、ドイツ皇帝・ビルヘルム2世の義弟。アウグステンブルク公爵家の課長をフリードリヒ8世と、その妻でホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト1世の娘であるアーデル・ハイトの間の3、 なんとして、ドルツヒーンであラウジッツに生まれたが、二人の兄が溶接したため、後継ぎとなった。母方の祖母フェオドラツー、来人間は、イギリスのビクトリア女王のイフ姉であり、長子のアウグステ・ビクトリアは、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の皇后だった。1896年、エルンスト・ギュンターとベルリン社公会の中心人物。 ヒルデガルト・フォン・シュピッツェンベルク男爵夫人の娘ヨハンナ・フォン・シュピッツェンベルクとの恋愛関係が取り沙汰され、ドイツ提出はこれに大きく動揺した。二人の結婚が検討されたものの、ドイツ皇帝夫妻の断固たる反対にあって、この帰遷結婚は実現しなかった。エルンスト・ギュンターは1898年8月2日、コーブルクにおいて、ザクセン・コーブルク号を打工し、 フィリップの娘ドロテアと結婚した。ドロテアは、ベルギー王レオポルド2世の孫娘で、ブルガリアをフェルディナンド1世の命でもあった。エルンスト・ギュンターは上記を一するほど、性的に乱脈な生活を送り、売春宿に通い詰め、ベルリン宮廷では彼を、お羊公爵と呼んで嘲笑していた。彼の、こうした行情は、マスコミの自主規制や、 宮廷の観光令によって注意深く隠された。一方、エルンスト・ギュンターは1891年に起きた皇帝の側近たちのスキャンダル暴露事件である、コッツェ事件については、側近たちを非難していたとされている。1921年、主ジエ園のプリムケナウの所領で死去した。妻との間に子供がなかったため、アウグステンブルク公爵家の家督は、重帝のアルベルトが引き継いだ。 ありがとうございます。